速稼塾の久保です。今画面に映っているのが、手指の消毒しましょうっていうね、アルコールの噴霧器ですよね。これ、去年の今頃、結構ね、品薄になりましたよね。で、多分ね、一昨年の今頃って、こんなことを意識してる方あんまりいなかったと思うんですよ。一部のね、医療従事者の方とか、介護関係者の方、食品流通業に関わってらっしゃる方を除いて、まあ、例えば普通の家庭でですね、こんな消毒液をたくさん設置したりとか、買い込むことってなかったと思うんですよね。でも去年の今頃って、これが欲しくて欲しくてしょうがなくて、場合によっては、ね、1個1万円以上で転売されていたってことがね、ありました。ニュースでも取り上げられたりとか、こういったものを買い占めることを転売は禁止みたいなね、そんな緊急法律もできちゃって、まあ、今では解除されてるみたいですけども、ちょっとね、びっくりしましたよね。で、今年なんですけども、もう十分こういったアルコール噴霧器は、まあ、各ドラッグストアとかスーパーにあると思いますけども、どうなんですかね。その他、マスクも今十分あるでしょ。だから慌てることはないと思いますけども、これから実は品切れ、品枯れになる商品の予測ってのは、もうついてますかね。私はね、多分これがなくなるんじゃないかなと思ってるんですよ。転売屋さんも多分買い占めると思いますよ。で、海外ではすでに品切れが続いてます。だからこそ言えるんですけども、多分日本人はあんまり買わないんじゃないかなと思うんですけども、海外では品切れ続出なんで、結局、マーケットが続いている以上ですね、日本でも値上がりするんじゃないかなと思ってます。そういう商品を今回はね、紹介したいと思いますけども、こちらはですね、ちょっとあんまり、あちこちに知らせたくないんで、メンバー限定の動画にまとめさせていただきます。まあ、ですのでね、メンバーシップに入っていただいた方には、まあ、この情報が流れることになってますので、どうしてもね、この情報を知りたいよという方は、ぜひね、メンバーシップ入っていただいてもいいかなと思います。メンバーシップにはですね、その他、知るだけで得する、いろんなね、極秘情報とか、気づきにくい世の中の真実ってものをお話しております。中には私の勝手なね、妄想とか憶測で話しているところもありますけども、必ずあなたの情報を発信